べん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 、わっはっは。どうも。チンボを、引っこ抜き、ザエモンです。お願いします。ですね、今日は8月の12日、月曜日。ちょっと、0時、過ぎちゃってるんですけど、それはですね、なんでかというと、今日、本当は、生の声を、ね、前乗りなんですよ。福岡。明日、今日単独で、福岡単独。お前行ってへんな、って言って、お前行ってへんな、俺は行ったんやで、と言ってへんのに行ってしまえる人っていう、人っていうタイトルの福岡の単独ライブがありまして、で、それの、前乗りで、今福岡なんですよ。で、福岡で、で、ちょっとホテルで、なんか、今前乗りやで、今日単独やで、みたいなことを撮ろうと思ったんですけど、まあ、まあ、一人で撮るのも、ね、まあ別に、まあ大したことないし、で、なんか、いろいろ見てたら、なんか、チャーハン、20人前、じゃなくて、40人前のチャレンジとかつって、バカの松本リンスが、今、ちょっとやってると、なんか変な、コムソーバーかなんか知らんけど、そこでなんか40人前売るとかつって、よう言ってんですよ。だそれを、ちょっと、空場で聞こうかなと思って。で、今ちょっと LINE したら、いつまでも電話してきていいですよっていうことになってるんで、ちょっと電話しますか。空場。何の人やねん。40人前。今何人前か分からへんけど、40人前売るとかつって言ってますけど、何の人やねん。芸人やろ。なんでチャーハン売っとんねん。はい。じゃあ、ちょっと電話しましょう。どうもどうも。あ、どうも、お疲れ様です。行ってんの？バイト中です。え？バイト中。バイト中？はい。今日ははい、チャーハンで、はい。チャーハンで。はい。半年前ぐらいにやったチャーハンの20人前の第2弾みたいな、はい、第2弾今何もうよこ今回40人前揃えてるらしいじゃん。40この卵と、チャーシュー卵、ネギかまぼこ全部こしらえて、もうそろそろ閉店なんですけど、うん、はい、今29っす、ね、おなんかリアルな数字っすね。はい。まあ、やっぱ無理でした。やっぱ40の壁は、まあ、30の壁がもう無理でした。はい、いやいや、分からへんやん、まだ。いや、でももう2時で閉店なんですけど、今夜中の12時半ぐらいですよね。もう人通りも全く、今外出てきたんですけど、人通りも全くないし、もう最後、ゆるつさんが一人来てくれたんですけど。ゆるつさんってあれか、ね、ライブの笑う人か。はい。笑い袋みたいな人が一人来てくれて、もうそれで最後っす。はい。あ、それで最後。最後っす。29人目がゆるつさんで終わりです。はい。え、で、その今20何人前 ?29 っす。で、それ30人前頼んでくれた？29人前がゆるさんで、多分もう30人前はもうあと卵だから11個残ってて、もう
持って帰るしかないです。意外とやっぱ厳しいっす。無理っす、あ、無理なんや。こんだけ言うてても無理なんや。いや、無理っすね。その何、来ても頼まなへん人いるの？いや、もう来てくださった方はもうみんなやったら1人2個、俺2個、2杯行きますわとか、うん、もうほんま3人で4つ行ってくれたり、来てくれた人いっぱいいたんすけど、うん、やっぱね、40人前、あの、まあ、倍、40人前売るってやっぱ、とんでもないことですね。やっぱ無理ですね、やっぱね。いや、だからあれやんか。そういうとこちゃう？あの、やっぱこう、あの、精進、チャーハンに精進せえへんと、せえへんやん。あの、ハワイ行ったりなんかしてたでしょ？ハワイ行かずに、チャーハンの味に、もうちょっと、こだわって、ハワイ行かずに、チャーハンの味にこだわってたら、40いけてたってことですか？そうそうそう、あの、醤油こだわったりね。いや、そうそう。醤油こだわったりね、ないね。こだわらないですよ。醤油なんかもう適当なやつですから。いや、適当なやつって言うなや、そんな、お前。いやいや、だってもう、この相場に置いてあったもう、あの、既存のやつですから、もうそんなん、なんもこだわってはないですけど、その、やっぱ、ねえ、チャーハンアカウント作ってやるで、みんな来てやっつって、うん、あんだけでもやっぱ来てはくれないですね、やっぱね。いや、うん、でもその30人前で設定してたら、え？30人前で設定してたら、ああ、確かに確かに、そうですね。で、その、よく見たな、欲が出たな。まあ確かにね、郵便部が50って言った時にふざけんな。言うたんすよ。指が下手したら50いけますみたいなこと言って。いや、違う。そのさ、ものも順序ってもあるやんか。だからちょっと、あんまそのチャーハンで、その、チャーハン芸人として売れるっていうのはちょっと厳しいかもしれないです。ほんまに。お客さんの反応も、まあまあ、そこそこみたいな。ああまあまあまずくはないけどみたいな、そんな感じだったんで。いや、まずくはないけどっていう評価いただいたんや。はい、まあまあいただきましたけど、まあちょっと厳しいかもしれないです。これちょっと、あの、来月から、あ、来月というか次回からちょっと変えますわ、ほんま。変えるって何を変えんの？まあ、もう、なんですかね、キムチチャーハン芸人みたいな、なんか、まあ、もうちょっと味変すみたいな感じすんねや。味変、ちょっとさせてください。ちょっと、醤油と味胡椒、塩胡椒と味の素ではちょっと、僕の限界がちょっと見えましたね、ちょっと今回。いや、だからさ、その、なんていう？今日はいい記憶になったやん。まあ、そうですね。で、その、チャーハン言うてて、おごりが出たなってことやん。モルディブとか、モルディブとかハワイ行って、ね、5泊7日休んで、な、こう、いけるはずやったチャーハン40人前が行かれへん。いや、そこ、頭打ちして、ここでやっぱ一回、頭打ちされたことによって、まあそうですね。次回が、えらいことやで、これ。師匠。あんだなんですよ、全部。で、俺チャーハン。あのフューチャーしたくなかったんですけど、何あなたがチャーハンをお前チャーハン芸人でいけるでアカウント作れとかそういうこと言うて、全部もうほんまあなたに騙され続けて。違うお前何言ってんねん。そうじゃないですか。だ騙されてないやんけ。お前29だ、30はクリアしてんねん。してないですか。29っすか。いや29っつって、例えばさ、今俺福岡にいんねんけど、29人前っつってて、例えば俺が東京に行ったら、はい、あ、じゃあ、東京に行ってね、次の日別に休みだったら行ったよ。ねえ、来たらもう大騒ぎますから、それ。いや、行って、あと1人前、30人前がクリアやったら3人行ったよ。
だから40人前や茹でて30人前のやつがそのまあまあこれから今締め作業始まるんですけど、その万歳三唱できないじゃないですか。いやだからその40人前で万歳6唱でしょ。40やったら6で、前回20で3やったわけじゃないですか。20で3でしょ。だからよ、だから29、はい、29やったら万歳、はい、40が6だから万歳4勝でしょ。じゃあ汚いね、4勝せなあかん。いやだって前より売れてるわけやん。いやいや、そうですよ。米も余って、卵も余って、ネギもチャーシューも全部余ったんですよ。もんな、いやそれはだってお前のその卑しい気持ちが出たよね。ああ、それでか。だ俺がさ、俺が別に40いけんでって言って、普通の、自分は自分、40いけんでって言ってて、自分ね、本当に分かってる人やったら、はい。いや、40は、この味では無理や。うん、いやいや、そう。いや、まあ、いって30やなーってことやろ。まあ、いや、そうっすよ。だから、いってないっすか。29は。いや、だから、30はいける範囲やんか。な、あともう、ぶっちゃけ29って今言いましたけど、うん、2つはもう、郵便部と、カントリーズの福田っていうやつの、まかない2つ入ってますからね。その、27っすか。いや、じゃあ、俺じゃあ、俺払ったるわ、1000円。1000円あると思うても28じゃないですか。いや、30やろ。あ、30。うん、だから俺、じゃあ30払って、1000円払ったるか。30や。食べもせんのに。うん。おいいんすか。いいよ。ああ、すいません、ありがとうございます。じゃあ、郵便物もらいいですよ。チャーハン1個いただきました。そう、で、1回作ってくれ。え、作ってくれ。あ、作るんですか。で、俺がお前の分、お前腹減ってるやろ今。あ、僕はぶちが腹減ってます。じゃあ、はい、お前の分俺作ってやるわ。ああ、あれ出す。金出してるから1000円で、俺が来るとこを動画撮ってたらいいですか。そうそうそう、で動画撮っといてくれ。あ、わかりました。うん。じゃあ、それ意味あります？なんか。いや、お前のまかないじゃなくて、それは俺が、なんていう？まあまあまあ、29よりはまあ30の方がまあ。30の方が見栄えいいよね。見栄えはいいですけど。だからその40を設定してないっていうことで、30完売でええやんか。あ、ほんますか。だからその、あとの10人前は、別にそんなに、はい、そんなに別に腐らへんやん、家帰ってか持って帰っても。まあ確かにそうですね。もう余ったやつこれどうすんねんっつって、さっき大騒ぎしてたんですけど、まあまあ持って帰ったらええかな。だってお前、はい、卵10個なんてお前別に普通にある話やんか。まあまあそうですね、まあ、ネギお前刻んだネギお前そんな別に今、はい、暑いねんから別にその、はい、そば買ってきてその多めに入れたらええやんか。そば買ってきて入れないでしょ。チャーハンなら、チャーシューは別にね、普通に別に家帰ってつまみで食ったらええやんか、別に。まあまあまあ、そうっすかね。あれ、うん、あれ、そう思いもう、じゃあ助かりますわ、もう。で、30人前出たってことやろ、だから。はい。じゃあ今回はじゃあもう、チャーシュー、チャーハンが、30出たから、4勝して、終わりで、大丈夫ですか。そう、締め作業の時にな。はい、OK っす。うん。もう今なんか変ななんか芸人客来た、2人来た思ったらもう芸人で、はい、全然知らん芸人やったっす。誰やねん芸人って。なんかフリーのやつでした。師匠のツイッター見てるんですって、ね、あ、そう、はい、それで気になってきましたっつって言う、トルコ人の芸人がいるんですけど、はい、トルコ人、はい、トルコ人なんですって、はい、まあそうです。が今下の店で、はい、大騒ぎしてますわ、はい、何下の店って。あ、今地下なんですよ、コムソバ。あ、そうなん、はい、で僕今上出てきてるんですけど、はい、うん、もう下でなんかトルコ人の芸人が今大騒ぎしてるっていう、地獄の状態なんで、はい、もうじゃあもうそろそろ帰りますわ。万歳4勝ってことでな。まあそうですね、20で3勝やったのから30で4勝。だって前回の20人前はもう言うように越してるわけやんか。
まあそうなんですよね。はい。でも結局だって前のやつはもうな、なんやったらこう20人前、はい、楽勝に越してるわけっていうか、結局あのええやんええやんじゃないの。まあそうなんですけど、ただやっぱりその20プライドか。20、あのそうですね、やっぱ40用意したのに29回っていう、もうプライドがもう許さないっていう。ないねん、もうええねん、もうチャーハンも半で差し出ですよ。何がでも、お前が癒しいねん、だってそんなもん、お前もう別にその、僕今バイトとして普通にやってるだけなんで。いや、癒しいやんか。あの、お前29で悔しいやろとか、あの、そういう質問すらもう、うざったいんですよ、ほんまに。うざったくもない、あの29で悔しいやろ。悔しいやろ、全く悔しいないんですよ。いや、悔しいやろ、本当は40で楽勝や思ってて、な？いやいや、で、29しか行かれへんのかい、自分の限界見つけたや。な？いや、限界というか、その、はい。だから別に、ちゃうやん、ちゃうやん。お前の限界まだちゃうよ。お前まだ、もうちょっと伸びるよってことやん。で、今日は、雨降ってた。雨降ってたな。雨も降ってたし、まあまあ、お盆やし。お盆やし、環境悪いな。まあ、環境はちょっと悪かったですけど。うん、だ普通の金曜、土日。だったらもっと言ってた。でもまあちょっと、いや、それを別にその言ってたで、もっとほんまやったら言ってたで、40言ってたでとはまあ言わないですけど。合わせ技一本じゃないの。合わせ技一本じゃないね。違うんですよ。なんで有効機会で、その、いや、そうじゃないですよ。もうほんまもう、ただただ11個卵余って、チャーシューとネギとかまぼこ余ってるだけの状態が今、店にあるわけで、もうそれでもう持って帰って、家帰って作って、家ぶっ飛んで食うて、ぶっ飛んで、もうそれで終わりですよ。ええやねん。でもお前、30人前、これ、いくら儲かんの？で、いっぱい1000円ですから、2万9000円でしょ。めちゃめちゃ儲かっとるやないか、お前。そうですね。まあまあまあ。ウハウハやろ？結局、ウハウハで。あの、まあ、あの、そういうルールなきにしも、こうあれやろ、万歳三唱が出てしまうっていうことやん。そうですね。まあまあ、とりあえず一旦に師匠に、この後終わりで、郵便部から、一人の稼ぎ、でやってて、まあ、バイト代とか払って、いくらやっていうのは、一回聞いて、うん、まあ、それで、その、一人いくら儲けてたかっていうのを、まあ、師匠に、まあ、LINE しますけど、それはまあまあ、決してそのお電話しないですけども、まあ、その師匠だけが額知ってる状態での万歳は、一応動画撮っておきますわ。はいはいはい、お願いします。はい、はい、で、今からじゃあ、俺、下降りて、今から、一つ師匠のじゃあ、1000円いただきますからね。はい、はい、でどうぞ、先生、ね、1000円は払いますから。いいんですね。いいんですよ、いいんですよ。わかりました、じゃあ、うん、その。今のね、その29で残念だ。はい、もう無理や、はい。っていう気持ちになってほしくない。なんでなってほしくない？なっていいやろ、29も30も別にそんな変わらないよね。いや、30は未来があるよ。ああ、そうですか。うん。29は、ああ、あかんかったな。まあ、もうやめようか。うん。もうちょっと引退やな。チャーハン界から引退。あ、いや、三浦和義じゃないんですけど、その引退しようかなとは思わないです。僕、その、分か30と29で。あの、高花じゃ、あの、若島津、あの、千代の富士か。体力の限界みたいな感じで。チャーハンの限界。あと一つ話があったら、いや、ないね。29勝と30勝さ、分からんわ。30勝はもう見栄えがいいよね。ああ、やっぱそうなんですか。20代で、まあまあ、そう、タイプだから、まあまあ、30勝やったらまあ。で、どうやねん、ホームラン30本打ってんな、すごいなってなるやん。いいことですね。うん。ホームラン29本、ああ、まだまだ、もうちょっと頑張りやってなるやろ。ああ、わかりますわ。うん。まあ、ピッチャーもね。
9勝と10勝だよね。そう。まあまあ、そうあれ。まあ、あれです。じゃあ、29やったけど、今まで。あの、師匠の一杯を、そう。俺が食うて30出たは、万歳4勝で。万歳4勝で。いいですか、うん。あれです。すいません。じゃあ、もう、ほんま、下降りて、もうすぐもう。とりあえず、あのさ、今これ、カラバだからさ、カラバ用にさ、万歳4食ちょうだいよ。未来ですよね、うん、まあまあまあ、未来に向かって、はい、確実に作りますので、はい、ありがとうございます、はい、本当、今回の、チャーハンは、40を目標としましたけども、30でした。まあでも30やけど、ユミマ30でもまあ3万売り上げたわけだからバコーンえ幼少あの前やるってやつがもうほんまにもう変態見るみたいな目で見てましたからていうかごめんていうか何すかあんた芸人でしょ何の人やねんお前。いや芸人やあんたにチャーハンアカウント作らされてだからチャーハン芸人みたいにならされとんねんけども。何の人やねん。え芸人やバイト中や今電話切らしてくれ。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、失礼します。頑張ってね。もう、はい、バイト中連絡しようぐらいでください。はいはい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい。よかったですね。まあ、40勝って結構やから。ね。40勝はもう、なんていうかな。もう、東尾クラスですよね。うん。江川とか。うん。そんなにね、甘くない。うん。もう30勝でいいじゃないですか。とりあえず。前より売れてなくはないんですから。前は20勝でしょ?で、今回30勝でいいじゃないですか。うん。だ次やるとき35勝ぐらいでいいんじゃないですか?うん。で、今日お盆やし、お盆で人はあんまおれへん。そう、あんまり状況が良くない状況の中、30勝ってすごくないですか?うん。はい。だから、結局、今回のチャーハンの G さん、チャージーの成績は、まあ、29勝だけど、俺が買ってやったっつうね、30勝。30勝です。はい。というわけで、またなんかね、あったら、皆さん言ってあげてください。ね。40勝。ね、目標だらしいんで、40勝。チャーハン40勝。はい。何の人やねん。チャーハン40勝。お前、でも収録で黙って。地蔵かましてんのに、なんで何が40勝やねん。まあまあいいじゃないですか。はい。というわけで、カラーバートークでございました。ありました。はあ。